前原誠一君、はい、今日銀は国債の保有量が発行残高発行数の 53.7% と、まあ、つまりは半分以上保有しているわけですね。この政府による国債発行、失礼、この、日銀が国債を大量に保有することによって、政府による国債発行を容易にして、財政規律を緩める要因になっているとは考えられませんか。上田参考人。これは財政運営につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、政府、国会の判断で行われるものというふうに認識しております。その上で、現在の共同声明の中に、政府サイドにおいても、中長期的な、財政の持続性について、努力をする、そういう財政構造をの確立を目指していくという記述があるということは重要というふうに考えてございます。前原誠二君。財政法第5条は日銀の国債の引き受けを禁止しています。まあ、もちろん直接引き受けてはいないということですけれども、しかし、この日銀が行っているのは実質的な財政ファイナンス、私は財政法第5条違反ではないか、そして、この、まあ、財政規律を緩めることになっているんではないかと思いますが、財政法第5条違反とは考えられませんか。上田参考人。これはまず第一に、政府から直接国債を買っているわけではないこと、それからより重要な点といたしまして、物価安定目標達成のために国債を買っているということでございます。したがいまして、財政ファイナンス、政府の財政資金の調達支援が目的での、国債購入ではないということでございます。前原誠一君。先生が以前、日銀の審議委員をされているとき、2001年に日銀券ルールというのを作られてますね。日銀が保有する長期国債の残高を、日銀券の流通残高以下に収めるという政策上のルール、つまりこれは、日銀が無制限に国債を引き受けることを抑止する目的で作られているものでありますが、これ、日銀券ルールというものは、上田総裁になられたときにはどうされますか。ご自身が以前、審議員のときはそれを、まあ、作られる立場であったわけですけれども、これについてはどうお考えですか。上田参考人。この点については私は次のように考えてございます。以前、日銀券ルール、その内容は今、前原委員ご指摘のとおりでございますが、がありましたのは、日銀が国債を買うということに、おっしゃるような財政ファイナンスに当たらないようにするために、何らかの歯止めが必要であるという観点から、そういうルールが設けられていたというふうに考えております。で、現在、それは廃止されているわけですが、それに代わるものが 2% のインフレ目標であるというふうに私は考えております。すなわち、先ほど申し上げましたように、現在、長期国債を購入しているのは、金融緩和効果を作り出し、インフレ率を 2% に持続的に引き上げるためでございます。その帰結といたしまして、2% が達成されれば、国債の購入は、そこの時点、その前後から、急速に縮小していくということで、規律は保たれるという作りになっておるというふうに考えてございます。前原誠二君。まあ、お言葉を返すようですけれども、2年で 2% の物価目標が10年経っても、達成できない、まあ、今は、まあ、コロナ禍、あるいはウクライナへのロシアの侵攻などなどの、まあ、特殊な要因の中で、物価上昇になり、先ほど上田先生おっしゃったように、これから下がっていくんじゃないかとまた言われてます。歯止めにならないんじゃないですか。つまりは 2% の物価上昇というのは、これはまあ、永遠に届かないかもしれないと言われているものでありまして、そういう意味においては、私は歯止めにならないと思いますが、いかがですか。上田参考人。これは将来のことを確実に見通すことは誰にもできないわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、基調的なインフレ率の動向にも、中央銀行か、日本銀行から見て、良い目が出てきております。これを育てることによって、
2% のインフレ目標に到達するという可能性はあるというふうに考えてございます。前原誠司君。先ほどから議論ありますけれども、日本銀行は政府の子会社だと考えておられますが、いかがですか。上田参考人。これは安倍元総理のご著書の中にそういう記述が出てくるということを、私はまだ拝見しておりませんが、聞いたことがあります。私としてはその安倍元総理のコメント、考え方にコメントすることは差し控えたいと思います。その上で一般論としてでございますけれども、確かに政府が日本銀行の株といいますか、出資権をの過半を保有してございます。しかし、議決権がない出資権でございます。その上で、中央銀行、日本銀行の、政策、業務の運営については、日本銀行法によって自主性が確保されております。そういう意味で子会社ではないというふうに考えてございます。前原誠司君。金利が上がれば国の利払い費というのが増えるわけです。その将来、物価目標